回も見送り。俺にはやることができた。初めて。墓参りは明日ね。明日じゃない、墓参りは来月11月絶対行く。命日が11月20日だから、引っ張るからで、え、何を？重大発表なんてないけど、118、あのナイス戦争やばいよね今ね。うん、珍しく養分が 3期目負けてる。ニヤニヤしながら俺はそれを眺めてる。たまんねえよな。お土産買ってきたんだよ。いや予測変化でこれが出てきたから。もうさ、別にわかるじゃん。めんどくさい、いちいち訂正するの。日本人系。なんか漢字が間違ってたらその単語じゃないといけないの？見えない。別に、あ、漢字間違えてるけどお土産のことかって。別にフレンクってよくない？いちいちガキじゃあるまいし、小6かよ、おめえ漢字間違えてんねえでしみたいな。ガキかマジで、察しろや。ま、あ、おいでさ、聞いて聞いて、あの新大阪駅でさ降りて配信切ったじゃん。でね、あの切符買ったんさ。でまだ時間あったからね、あのね、なんかもう目の前にさ、あ、溝の口にある立ち食い寿司がここにもあるんだと思ってさ、財布なんか確認したの。賞金がさ、あの3万円あったのでさ、ちょっといけるかなと思って行っちゃったんだよ。でさ、俺が写真撮ったさマグロの写真あるじゃん、あれさ、なんかタッチパネルで注文式だったのね。なんかね、それがね、なんかそのマグロ食ったの来たから、なんか油すげえ乗ってんなと思って、あれこんな乗ってたっけって。なんか色もちょっと白っぽいしさ、でよく見たら本マグロだった、普通のマグロじゃなかった。でそれに気づかずずっと食ってたらドタかかったんだけど、俺 4貫ぐらいしか食ってないの。2100円だったんだけど、なんで。あの途中から気づいて、あの食うのやめたもん、速攻出たもん。なんでお前4巻でお前2000円も払わんってかんだ、ふざけんなお前。いや普通のマグロがあったんだよ、タッチパネル見たら。いやもう2貫食っちゃったしと思って、マグロ、いやもういらんわと思って。いや多分中トロぐらいだと思う。だから俺中トロ好きじゃないんだよね。たっけえ割に美味しくねえもん。赤身の方がうまいわ。出たこのコメント始まって。どうせリスナーの金だからええやん。は？リスナーの金だからええやん。じゃあなんで俺の財布の中にお金が入っているんですか？リスナーの金だったらリスナーの財布の中からピューって出すはずじゃん。俺の財布の中から出しましたが、俺の財布の中にあるすなわち俺の金ですけど、何か問題でもありますか？バカじゃねえのお前。何か問題でも、ね、誰かからパチってきたんかそのお金を。あ、花火ありがとう。おいしょ。はい、論破してみてください。無理ですけどね、あなたじゃん。
っぱ家が一番落ち着くわ。あのキーホルダー横に並べて、何買ったやつ、やだよタバコの匂いつくから、うん、でさあのグリーン車にさ座ったんだけどさ、あの、まあ、グリーン車ね普通に帰るじゃん、で俺絶対隣の人がいない席を選んだはずなのに若いガキがいて、なんかこうやって睨みつけたの俺が座ろうとしてる時、いや俺そこなんだけど、ね、そこですって地位牛感醸しながら、そこですって思って、そしたらさ何したと思うそいつ、うん、席に座りながら電話したんだよ、やばくない、うん、だから京都駅で一回立ち上がって降りるふりして駅員さんに席変えてくださいって言って席変えてもらった、うん、いや俺が喧嘩もっと最強だったらな、うん、ボコしてたけどさ、さすがにボコせんかったわ、うん、うわー調査ありがとう、君がいないとやっていけない、君が今夜のトップヒーローだ、おいしょー、そう、なんかたまには BGM 変えよう、俺が変えたんだよ、ナイス、どっちが勝つと思う、みんなナイス戦争、いい勝負だと思うぞ俺は、いやー分からん、これはね分からんぞ、まあ少なからず養分俺がねもう考察してるんだよ、セイさんはいろんな人と絡んでる今絶賛、まあそれも一つの手だよね、うん、でもバチバチだからあそこ、ね、養分はちょっと動かないといけない、さすがに子供の力一人じゃ無理、うん、俺の考察このままいくと3期 2になる、俺はそう推測するね、うん、そうこのナイス論争ね、うん、でこれって俺もあったんだけど、もうリスナー同士もバチバチになるから、うん、あの本当に、うん、あ俺の植物だよこれがねえと始まんねえんだよ、さっき30分ぐらい探したんだよ、うん、俺どっちもしてない、俺おさんもないっす、で今回セイさんはバエさんでしょ、うん、強力だよね、で強いんだよ今セイさん、うん、あれは強い、あちなみにナイスってチートとか何でもありだから捕まん方が悪い、うん、これ周りの目が何て言われようが、あの勝ち負けの勝敗なんで、あのそのやり口は何でもいいんで、うん、俺いや人の勝負事だから俺あんま興味ない別に、うん、俺ニヤニヤしながら見てるだけだもん外野から、うわー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの石油王、プリンス、ソフトバンク、アマゾンの社長さん、今夜はあなたがトップヒーローだ。セブンイレブン銀行、イオンモール、トイザらスの社長さん、あなたがどうなる社長を超えてしまった。
さあどうするあなたは、公園はあなたしか出かせません。どうするあそこは大将。どっちが勝つか聞くの。知らんよそんな俺の勝手じゃん。別になんか関係ある。どんぞ知らないや。いや俺養分にも借りてるからね。あちなみに俺本当にナイスなんで流さんからね、めったに。ラジコンになるつもりないからね俺。ちなみにマジでそれに限っては。それはね、どこに押そうが俺の決めることじゃないんで、はい。うわ、調査ありがとう。君がいないとやっていけない。今夜はあなたがトップランバー、トップヒーローだ。おいしょ。いや、わからんよ。大変な戦いになるかもしれない。やばいっすよ。チラ。養分は俺の考察でいくと戦わないとね、しっかりと。どういう戦略で来るのか。いや分からんぞ。でも養分ってね、不思議なことに俺もあいつに一回勝ったことあるんだけど、なんかね、なんか普段なんかもうセルとどっから湧き出てくるかわからないけど、いきなりナイスがバーンって増えるんだよ、跳ね上がるんだよ、何もしてないのに。それに打ち勝つのは結構至難の技よ。マジでお前らどっから湧き出てくんだよってちょっと動かんと厳しい戦いになるんじゃないのかこれは。はい、僕はそう思いますけどね。さすがにありとあらゆる手段使わないと。だってマジだね。ほら見てみ。あ、ちなみにここのもう今日3期目の1日目なんだよ。もうこの差っていうのはすごくでかい、響くよこれ。500の差っていうのは。500の差はでかいぞマジで。だいぶでかい。ガチででかいと思うこれは。やっぱこれもうパルちゃんは何やってるの俺。養分が政治のチートを批判したのガチなんかな。いやだから養分っていうのがね、お前ら何にも知らないんだな。こいつってね、あのなんかセル相手が出てくると、まずこいつの攻撃パターンはまず攻撃する。むやみにやたらに攻撃する大体。でも相手が俺だったらこいつ容赦なく攻撃してる。でも相手がね、セイさんじゃん。だからそんな強めの攻撃はしないのよ。ちょっと針を刺すぐらい。チク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 。でもこいつは本気になったらもう俺みたいに全ヘイトボンってやるんだけど、今回はなんか穏便になんか平和な感じを醸し出してからのなんか
あのバチバチあんのよ。いや、汚くないよ。ナイスの稼ぎ方って何にも汚くない。動かんやつが悪いだもん。動いたやつが勝ちだからな、ちなみに。このバトルっていうのは。あ、これはわからん。俺これ最初さ、昔見た時さ、こいつのお母ちゃんがと思ったで、最初。お母ちゃんがと思ったもん、俺。でも誠司さんも一歩もう下がれないところに来ちゃってる。もうここまで来たらそもそもナイスって自力で取るものなんだけど、いやもう知らないけど、俺なんて親とか使いまくったで、マジで。秋以降養分なんなん。狛江は誠ちゃんにナイス押すよね。テレテテテテテレテテテテレテテ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 テレテテテレテタラタラタララタラタタタラ。テレテテテテテテレテテテレテテテレテテテテーアーイテレテテレテレアーイ。あれマウスはどこ行った。あ、マウスどこ行った。おい、マウスどこ行った。ちょっと待って。あ、痛い痛い痛い。テレレレレテレレレレ。おーい、それが一番平和だわ。いや、分からんよ今回は、さすがに。二人ともしんどいだろうな。養分の最終兵器で勝てる自信はあるけど、揉めるから使いたくないってさ、つまり本気。ついに養分体売ります。しゃぶられる時が来ました。三千差っていうのはマジで危ないからね。一万離れてたら安心レベルだわ。あ、まあでも七千とか、あ、五千、まあでも、いや一万だな。
ナイス流して思うよりナイス増えないからゼロワンにヘイト向けてた。いや、それはよく分からんけど、いや、俺は別にどっちつかずの人生は別に、あのね、配信者に好き嫌いもないからね、友達か友達じゃないかでしょ。じゃんかい、ハルちゃんナイス強かったで、ハルちゃんはナイス強いよ。カモキャン分からん、掃除してくれたのまって子が佐々木に申し訳なかったと謝ったの知ってるか。そうなんだ、いろいろあるんでしょう。うん、パルちゃんってマジでもったいないよね、本当に。だってナイスって やろうと思えばボーンって伸ばせるじゃん。ちょっと待って、びっくりしちゃった。お前ナイスのレベル下がりすぎだろ。78位にこの人おんねん、怖いんだけど。え、ナイスってさ穴場じゃない今。おかしいもん、数が少なすぎる。いや、おかしいだろ、数が。いや、一日でもさすがにこれはおかしい。予算がいるのが一番おかしい。なんなら予算がいるのが一番おかしいわ。なにこいついんねん、おっさんが。なあ、お前パチンコで、パチンコ競馬で負けついて、お前ふわっち来たんか。なあ、普段ディスってくるけど、何が重大発表ねん。重大発表じゃねえだろ、何も。どうせ大したことねえだろ。だってパチンコ屋と競馬とさ、ね、家しか行き来してるとこないんだからさ、何も報告することねえだろ。あるんかい。8位入りますよ、10位まで入る。いや、パルちゃんはね、企画やってくれない。だって前のやつは分かったでしょ、あの人マジでやらかないから、口だけで。うん、俺は乗ってあげたのに。その理由がなんかアイテムがさどうたらかあたらとかの理由でしょ。関係ないから、楽しんで配信やれば別に何でもなるから。だからデイリーイベントとかあるじゃん、それもお金につながるじゃん。一撃でドカンと稼ごうとするからダメなんだよ。自分スタイルの配信だったらいいんだよ。もうだから俺もうパチンコ行きたいわマジで。だから俺イベント出るのやめるわ、明日から行くわ。マジで決めたわ。ダメだマジで。ずっと我慢してたんだよ。もうやったじゃん真面目に配信。もうイベントやりたくない、もう疲れる、頭おかしくなる。来月からやる。でもいいでしょ、だってお金使わさせたくないもん俺。うん、
今月はパチプロとして生きていきたいんだ。リスナーにお金は使わさせません。絶対です。休憩です。いや、もうこじりません。絶対しません。絶対勝ちます。ガチです。いやでもね、ちょっとさ、このイベントあるじゃん、あるじゃん。もうね、後半のアイテムがな、マジでかっこいいんだよ。肖像画。やらないんだけどね、やりたいなと思っちゃうの。俺、これかっこいいよ。これかっこいいマジで。くそ、飾りてどこっけマジでこれ。マジかっこいいこれ。ダメだこれ。やらない。だからふわっちイコールイベントじゃなくさしてやんよ、この俺が。お前が描いた絵文字に捨てられたよな。うん、捨てられた。ずっと玄関に飾ってあったのに。しかもあっけなく文字の家に多分結構前にね、一旦行ってさ、あれ文字俺の絵はってたら捨てたわよ。もうそれで終わり。意味がわからん。よくお前そんな人から描いたさ、絵の具まで使った絵を簡単に捨てられるな。やばいだろ普通に。なんじゃり。来月やるよ。でもなかなかね、ちょっと、ナイスよりイベントの方がだるいと思うわ俺マジで。溜まってないじゃろって。どっちが勝つんだろうこれマジで。でもセイさんの場合ってさ、キチョウくんのリスナー、ま、キチョウって配信っていうかナイスやってんの？やってないよな。やってないよね。強いぞこれ。強いな、なんと僅差だもんな。だでも3000切ってるからやばいねマジで。
やんないよ弁当俺。うん、今月は俺は全うするわ。お前らにお金を使わさせたくないんです。信じてください。本当です。こんばんは。マジです。提案したいの。あーみたいな。いやでも飽きたな。やっぱりやめよっかな。動き始めるって言ってたのにまたパチンコって、でなんか俺さ、俺思ったと思う。なんかね、なんかパチン、俺もしかしたらパチンコの神様に選ばれてるのかもしれない。ここまでやらないやらないって言ってて、なんか行きたいなって思っちゃう気持ち、なんかおかしいもん。負けてんのにって、いやそれな、クルのお母さん出てくるぞ。昔泣いたな、クルちゃんのお母さん。なんか昔は怒られたもんな。なんかもうクルちゃん、クルちゃんのお母さんに電話、クルちゃんが俺の目の前で電話して、なんかすごい号泣したんだよね。俺の印象がすごい悪かったような気がする。外配信するよりパチンコ行く方が病気もらわないし、お腹痛くならないし、いいって言った時はマジで病気だなって思った。ガチレスありがとうございます。ガチレスなそれ。いやてかさ、あとね、今日あの桜タカトラの TikTok のやつ見たんだよ。ハーデス、もう早くベトナムに行きたくなった、より一層。ポーン、ハーデスのやつね、早く行きて、あ、タイちゃんいる、タイちゃん、タイちゃんこの中にいます。これタイちゃんかな、255、タイちゃんこれちゃうか、タイちゃんかこれ。年末ベトナム行くで、ちゃうか。アフロ君またベトナム行ったの。
ちゃうか。ダナン行くの？何泊？誰？アイテム投げて教えて俺に。あなたは誰？誰だ？強いわ。一応ダナンが一番平和って聞くよ。うわ、一番平和。嫁がベトナム人なんで、年の半分はベトナムだよ。あ、半年ベトナム。あ、じゃあ2つ家持ってるんか。Tさんはすごいな。でベトナム人のさ女の人ってさすごいよね。でテレビ電話したいかな。これ男性の人聞いて、はい、モテない男性の人、ベトナム人の奥さんつかんだら、もう、なんか、もう、ベトナム人の女性ってね、もう、愛がすごいの。だからもう、嫉妬深いらしいんだよ。だから、テレビ電話とかも当たり前なの。日本人の女性、見てみ？テレビ電話なんてしてくれないんだよ。ほんとに。くんないんだって。いやガチで、LINE トークだ。俺はもうダメだこりゃ、ベトナムの女の子気が強い子多い。なんかさ、俺、なんか綺麗なね、なんか綺麗な人と綺麗じゃな、なんか言い方悪いけど、まあ、日本人でもそうだけどね、ベトナム人の可愛い子綺麗な子って飛び抜けてんの。なんか中途半端に可愛いな綺麗だなっていう子はいないの。もう飛び抜けてる、飛び級多い。マジで。な感覚ね。フィリピンで配信者狂犬病発生、やばいじゃん。やばくねそれ。養母にまだ 10万借金残ってるよ。それはベトナムで買って返す。カジノのチップでポイッと渡すわ。そう、マジでそれかコインで渡す。それかジャグラーで一発当てて300円スロットね。それでワンビッグ分ポイッと渡す。なんかなんだろう。だから2万送ったっちゅうにって。メリーサファリパーク、絶対無理。じゃあベトナム、あのさ、さっきの方も分かると思うけどさ、ベトナムってちょっと慣れるとそんなことないんだけど、ちょっとドキッとするのがね、初見で行ってドキッとするのが、野良の犬がね、テケ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 歩いてるんだよ。そう、ちょっと怖いよそれ。気をつけてそれは。これからベトナム行く予定の人たちね、初見で、へ
にね、気構えなのにフラッとって歩いてた方がまだいい。まず歩いてるから本当に。野良プードル虫、なんかいろんな犬いる。これはマジですよ。怖いよ。いや、俺は噛まれたことないけどね。噛まれることもあるんじゃない？せいさんからあるよ、130万。レイ君が、は？レイ君が狂犬病なの？嘘やろ。やってね、配信。やってなかった？フィリピンで噛まれた。狂犬病マジやばいよ。ちなみに、フミヤっていう人は噛まれたの？どういうこと？レイ君じゃないの？誰？フワッチ配信者？でもその 100% その犬が狂犬病持ってるかわからないけどね。親善大使大丈夫？知らない、そんなカスや。知らないよな。知らん、まあ知らん。生配信やってないと知らねえよ。レイ君だったら心配だけど、そのフミヤってやつだったら別にいなくなっても俺変わんねえし。レイ君だったら心配。フィリピン行ってんの、レイ君は今。マジっすか？
え、ま、これマジ？ちなみにどっち？もう本気かどっちかわからん。ツイッター見るか。レイ君のやつはどこだ？ツイッタープロフィールに貼ってあるか？やばいぞ。うわ、はい、ないわツイッター。 あるわツイッター。更新されてないけどツイッター知らねえわ今思ったけど。LINE 知らねえ。レイ君の俺出るかな。しとくか。あいつは仲いいだろう確か。うん。まあでも全部の犬が病気持ってるとは限らんからね。噛まれて48時間以内にワクチン打てば助かる。街歌、うん、このやめな名義だ。男で街歌してるやつらは全員。あ、もしもし、
あのさ、ちょっとすぐあのさ、レイ君に連絡取れる？あ、レイ君レスポンス遅いから俺が連絡しても見ないかも。なんか狂犬病の恐れあるんだって、レイ君が。うん、フィリピンで犬に噛まれたんで文字に連絡したけど電話に出ないから。俺 LINE 知らないんだよ確か。 あの端末変わっちゃったから。レイ君分かってると思うよ。そうなの？海外よく行ってるしさ。いや、狂犬病はちょっとわけが違うと思うからさ。うん、 LINE 入れとくよ。うん、あ、じゃあね、おやすみ。はーい。たくまも今具合悪いんだ。ほんとかや。結局昨日の土下座は何だったの？交通費。LINE 全部消えちゃったんだよ俺は。本当に、うん、タクマに連絡しちゃったから大丈夫でしょ。バン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 他の人にかけてたって。俺打たない。俺ベトナムの犬はいいやつだって決めてるから。早くカフェラテ飲みて。11月マジ頑張るわ。うん、カフェラテ飲みたすぎる。早く行きたい。なんか本当に行きたくなってきた。ベトナムしかないんだなって。いやマジで、さすがにちょっと心配だな。狂犬病だけはマジ心配。なんかその海外に行って熱出すと、あのそれもちょっとやばいけど、体調悪くなるとかね。狂犬病は本当にやばいから、うん、
私立がね、俺ベトナムに行ってね、本当一回だけ最上級に体調悪くなった時があるんだよ。それも配信で、もうね、配信でも言ったんだけど、ベトナムにいる時にね、配信できんかったもん。じゃあ本当にもう死ぬんかなと思ったぐらい、ちょっと体調悪くなって熱上がっただけでだよ。もうね、なんか日本にいる時の熱となんか全然違う。なんか日本にいる時はさ、なんか体調悪くてもさ、配信できるじゃん。体調悪くてもやばい、お前ちょっと体調悪すぎても配信やめるわっつって、で今日は体調悪いよみたいな、ラジオで何でもやるんだよ、告知するんだよ。でも違う、もうもう汗が尋常じゃなく出る。海外行ったら本当日本の、しかもね、その時日本の風邪薬がなかったの。で海外の薬を買ったの、そこにベトナムの現地のね。ほう、見に来ました。いらっしゃい。あ、デング熱もあるしね。だから怖かった、俺も。だからもう病気になると本当に怖いんだよ。熱でもね、ちょっとでも熱上がるとね。マタキンが謝罪配信で坊主にしてる、どうでもよくない？別に坊主になる必要なくない？性病の件でしょ。別にあなたが悪いってわけじゃない、ネタでしょ。どうぞ勝手に坊主にしててください、はい、もう話題性がない、引っ張っても無駄。以上です。海外に行くなら絶対風邪薬を持ってった方がいいね。セイロガンと、あと風邪薬、あとヒゲ剃りと歯磨きも持ってった方がいいね。結構ね、歯磨き粉もね、日本のやつだと安心するから、ストレス解消になる。コンビニ売ってるか、持ち運びの歯磨きとかあるじゃん。あれでもだいぶ変わるからね。あれいいんだっけ、歯磨き粉は。チューブのやつは持ち込めるんだっけな。あ、ロキソニンめっちゃ便利。ロキソニンガチ便利よ。俺はね、もうね、最初はなんかペットボトルの水でやってたけど、もう水道水やってる俺はな。カミソリ確かいいぞ、確か。いいよな。ジップロックに入れるぐらいなら大丈夫。あ、てかあれどうなったんだろう。昨日のミリナさんとベルサイユさんのなんかしょうもないバトル、どっちが勝ったのあれ。
やってるんか配信。寝た。寝たら寝る。ちょっと待ってよ。あ、やってる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 。うえ。あ、イベラスか。寝るよ。当たり前やないかい。なんでふわーと米ピタになるの？わからん。嫌われてるかな。試されてんだよ、うん、こいつが米ピタになった時どういうね表情を取るのか試されてんだよ。意地悪してくるの。俺がいなくなるとなんか走るんだよ。だからいじめ。キャスの匿名になれるとこっちめんどい。いやそれな。さあ。三冠目っすね。めちゃくちゃだな、もう。ミーナが相手にしないで終わったみたい。でもなんか俺昨日聞いてたんだけど、なんかセイジさんが結構あのベルサイユさんにね、あの肩入れしてたけど、俺ミーナさんの言い分もなんか分かるなって気がした。うん、いやマジでふわっちはさ、ね、その場しのぎの味方でもいずれ敵になるからね。うん、養分がいい例じゃん。養分なんてもうすぐ敵になるで、この人だって。でもエンタメ通用しない人はあのふわっちは生きていけないよ、絶対に。うん、絶対無理、100% 無理。どっからどう見ても無理で、なんか会ったことのないのにエンタメとかね通用しないよとかなんかせいさん言ってたけど関係ないから。だからミヤさんの言い分も分かるなって。結構ミヤさんはなんかヘイト買われてたけど、面白いか面白くないか別に配信者が決めることじゃないからね。お前ら一視聴者が決めることだから、別に俺がなんか面白くないとか決める必要性ないし、どうせ見ないから俺、うん、見ないから、ほんと配信見ないからね、マジで見ないんだよね、特にふわっちの配信者は。
YouTube 関係ないこうふわっちね。じゃあ圭之介さんだってもっと言ってるでしょ。あ、くーちゃんの配信今日チラッと見ちゃった。あのショートヘアが好きだから見ちゃうん。嫌われてるけどだいぶ。返せないから、お金がないから返せない。簡単な話だろ。せいさんにお金返してほしいの？すぐ、今すぐに。今すぐに返した方がいいですか？いやでも返したいけどね、本心は返したいですよ。なくならんだろうねなんて。翔くんが借金返してからプレゼントしろよってさ、それは常識の考え方ね、うん、でもそうやって言っちゃうでしょ、当たり前の発言して。それ当たり前の思考ね、うん、その時点で俺の勝ちだわ。当たり前の正論な、それ普通そうだわな。払うも払ってからお前そんな23万もするパーカー買えよってなるわな。機長さんがちょいちょい狛江に怒ってるのはガチ、そのためガチでしょ。エンタメ班、ガチ班じゃない。嫉妬深いから。いや借用書書いてもいいっすよ俺、うん、書いてもいいよ。マジで出た、閲覧負けてるマウント。ね、閲覧上に行った方がいいんですか？じゃあタイトル変えます？モンジョリの家に行くって。じゃあチートって絶対言うなよ、口が裂けても。なあ、うん、閲覧気にするなら絶対言うなよマジで。知らないやつは何も、お前らが何も知らなかっただけな、変わったっていうやつらは。でいちいちその貴重へヘイト向けのコメントもだるい。もう、その性格分かっててつるんでるからね。性格分かってなくて嫌いだったらつるんでないから、先に言っとくけど。
俺が無理だなと思ったら通でもせい。あ、親方に行くよ。それは本当。小前くんこんばんは。12月まで2ヶ月になったね。頑張ってね。マジでやろ。やっぱイベント出るわ。もうでも本当出たくない。出たくないです。今月は出たくないです。助けてください。無理です。出たくありません。辛いです。あ、でもやろうと思えば返せます。すぐに返せます。ワンピースカード売れば。助けてください。もう行けないかも、ベトナム。俺よく考えると行ってる暇ないわ。でもマジぶっちゃけ言ってる場合じゃねえかもしんねえ。いやマジ言ってる場合じゃないわこれ。ベトナム言ってる場合じゃありません。ガチで借金あるんです。めちゃくちゃあります。もうちょ無理です。積みます。麦わら配信始まった。配信、あ、生きてる。励ましのアイテムだで。おいしょー。ありがとうございます。しない。生きてるならそれでいい。シーチキンご飯あり。ハロウィンアイテム任せるよ。てかマジ2位なのが怖いんだが、いいんすか2位。これいっちゃって総合。やったー。これ何日まで。23日か。TikTok 楽しいよ。なんなら今から TikTok 行ってもいいけどね。俺は全然。シーチキン醤油派マヨネーズ派どっち？いけるかこれ。
両方ダブルタイプ。マヨ、マヨ醤油、マヨネーズねえからな。マヨネーズが、リスは取れそうにないっすね。はい、今月取れないんじゃないですか。いや、だって下半袖だもん。ほら今ちょうどいい気温。やってるやってる。今イベラス、みんな戦争だ。イベラスの出ようと思わないんだよな。肖像がかっこいいやんって。なんかな、こう上がらないんだよ。モチベーションが。だからモチベって上がるじゃん。上がらないんだよね。だってパチンコ行けなくなるもん。イベントやっちゃうと。ほんまに。配信つまんなくなっちゃう。疲れる。もう6日間だよ。やだー、補給したい。無理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 。知ってる？俺麦わらで知らねえぞ。これ端末変えたんだって。やる？精神バグるよ俺。ちなみに自律神経おかしくなるけど大丈夫？蔵立たんぞ。確かに、マジ確かに。いやマジ確かにそれはあるわ。あ、レイ君大丈夫だって。よかったわ。あれやったくま、さすがに、こういう時だけはねしっかりせんと。こういうのはだから命が変わることもね。そう、寺の住職が教えてくれ。ああ確かにそうだわ。やりたくねえ。でも本当にやりたくないんだよ。西川きよし、みんなで見よう。さよなら。
2万多分交通ごめんね、使えるお金が3万、もう3万で勝負いけなくて、ほんとにワンパクに聞ける、無理か、やめとくか、さすがに、なんでこれこんなコラボしてる人多いの、これコラボ、コラボ、深田由美かと思った、これだ、だーれこれ、かわいいやんけ、かわいいやん、なんだこの子、触りたい、生足かわいい、もう見えちゃうぞ、かわいい、ほんとやじゃ、かわいいわ、うん、でももう配信しちゃダメだから俺、うん、俺もう決めてる、ネットと無関係な人と恋を抱くって、うん、リスナーさん、リスナーとか視聴者かつ配信者、俺は絶対にもう違う、配信とは関係のない人、なんならネットにあんまり興味のない人、一生懸命働いてる人と付き合う、次の彼女は絶対に、おるか、おるだろ、それはいろいろ動かないといけない、俺もやることやらんと、うん、いや、じゃあやることやらんとダメなんだよ、だから男としてしっかりとまっとうに生きないとやばいんだって、あ、やっぱイベント、いや、やめよう、いや、これはま、マジ言ってますよ、ちなみに先生、ねえ待って、お前らやばいの、名前見て、名前、おじずき、あー、かわいいわ、これ本当に本当に言ってる、これちなみに本当にこれ嘘だったら許さんよ、これおじづきさん本当にガチ、これま、ガチ、え、待って待って待って、お前ら、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、マジ俺じゃね、無理があるか、参加するか、え、でも参加してもいいけど、行くもんは行くで、
本当に肖像画でございます。かっこいいよなこれ、これこれかっこよすぎだろ、どっからどう見ても。いやかっこいいだよ、女には分かんないだろうな。6日間拘束されるのか。ここに俺の顔が来ます、撮れたとしたらね。まあ、姫なんて俺からどうなるよお前、これネタでしかないやお前、姫の俺の顔なんてこっちがいいわ。いやだから多分これが武将なんだよ、だからこれ簡単にやってるだけ。やべ消えちゃった、さっきの。え、意味がわからん。今の子かわいいな。馬ないな。あとは天下統一への道徳。後半がぬいぐるみ、え、米、漬物、味噌あのさ、あのふるさと納税じゃないんだからねえ、お前ふるさと納税かよお前、これアホかなあ、明らかお前ふるさと納税セットじゃないかお前、これどうだろう、うん、いや俺これがいい、症状が。じゃあ一応見てみるか、うん、やっぱりちょっとあのこれライバルに見られる。じゃあ待って、本当に下がるかしないか、やるとしたら本当にやらないといけないから。米もいいな、6日は飽きるな。飽きるわちょっと。マジどうしよう、やっぱやめようかな、やだな。配信が拘束されるのが一番やだわ。マジでね。
ガチでマイクラ持ってくって。俺去年50万だったよ。で交通費で50万100万しか用意してない。そう考えてみれば安いでしょ。でも去年はカジノがなく、いやデビット作っといた方がいい。デビットは使えるから、本当に無一文になったら、まずフアで土下座する、でフアポイントをこじる、で口座に移行させる、でデビットでコイン買うんだよ。で手数料取られるけど現金が欲しい場合はね、コイン買って換金するんだよ。 10% 取られるけど。でそうすることにより現金が手に入るんだよ。そうパチ屋だとね。俺はその手法を使ってた。確か去年55万ぐらい。でもそれでも戦えた。運が良かったからね。年末はね。でもその後に行った1ヶ月は1100万。でも100万ぐらいは持ってた方がいい。でもなんかその100万でもまだ軽い方でしょ。なんかその1000万っていうイメージ、なんか500万とか使うと思ってるじゃん。そんな使わない。カジノに行かなければ。アフロ君ですら1週間で300万だから、パチンコだけでね。そんな使わないと思う。分回して300万だから。どやすいよこいつは。ねえさ、一緒に行かん？公平にポキュン。マジで久々に。ダブル取りかん、ダブルトリプル。ゴッドイーター行く、一緒に、久々に。なんで俺が誘ってんだろう。昔はお前から来たのに。楽しいから。お前さては、お前俺の配信見てちょっと打ちたくなって、お前一人で打ったな。久々にいかん。お前なんかお土産買ってきてやったし。だからお前もゴッドイーター知らないのかよ。ゴッドイーター500、539分の2で当選な。で当たると 65% で確認入るんだよ。入るじゃん。でその 50% は普通の 80% ループ1個で、その 39% は 80% ループストックが2個。だから1個終わってもまた次で、その 11% が最強トリガー 80% ループ3個。わかる？俺の言ってる意味が。ちなみに俺はトリプル引かなくても8万8000発出したから。やばいんだってマジで。でマジでポキュンの音が尋常じゃなく汁が出るんだって。やばいんだよ。ガチでやばいんだよポキュンの音が。
あ、ちなみにね、代償、それ やるに代償、リスナー減る。うん、その覚悟あるならいいよ。やっぱ何事にも代償は付きまとうからね。いや、リズもね、違う。あのね、音がね、違うんだよ、ボキュンの音が。じゃあ聞く？聞かしてるわ。いや、これね、これでも聞かしてあげねえんだよな。くそ。なあなあ、ちょっと待ったけ。聞かしたっか。で、この音あるじゃん。これがあるんだよ。これなかなかなんないんだよ。これが来た時の汁。あ、これ白バレな。違う、白バレダメだ。これが、パネンだわ。で、あの、下のカウンターに、あの、デジタルメーターあるんだよ。で、それに、30%、最低 30%、40%、50%、どんどん上がっていくんだよ。そう。いいんだよ。違うんだよ。ガルとはまた違うんだよな。違うんだよ。ガチでやばいんだよ。じゃあもう配信会行ってみ。本当にやばいから。パネーから。パネーんだよマジで。このパナサ落ちそうマジで。あれ、あ、分かってほしいわ。はい、ありがとう。パないでガチで。で、あと出玉スピード、あのうまくいってすっげえマッハ速度で30分で俺3万発出した。マッハスピードで30分、30分で3万発。それがどういう意味かわかるでしょ。復活もありますよ、ちなみに。巻き戻し、どうだろうな。30分で2万5千から3万発は多分出るやつが少ないんじゃないかな。だから俺は競艇より楽しいと思ってる、チナ。そう、通常時がね。でも通常時も救いは先バレしなくても当たるっていう希望があるから。いや、そう、白バレね、ポキューならなくても。それはリゼルと同じだけど、マジで楽しいんだよ。たまんねえぞマジで。だからちょっとイベント出たら行けなくなっちゃうからマジで。それイベント行ってもいいけど、イベント出ていいなら行く、やるけど。俺行くよ本当に。ちなみにトリプル引いたらラッシュが3連続ってことだよ。だから言ってるじゃん、北斗無双の、あの旧北斗、初代北斗無双のラッシュが3回連続ってこと。わかる？ 80% が終わったら、また次の 80% ストック。だから、あの、バジリスク絆の天然が3人いきなり同時に走ってくるようなもんだって。わかる？わかりやすいでしょ？天然がいきなり3人走ってくるんだよ。やばいんだって、壺にはまると。
だから大体俺が目に 見てる限りだと、あの、まあ、ブレはあるけど、大体トリプル引いた人たちは10万以上入ってる。2万5000発以上は出てる。これはガチ、うん、毎回俺嫉妬気味なこと言ってるもん。うわあいつラッキートリを引いてるみたいな。2万5000は絶対出る。ダブルでも2万5000は出るからな。ちなみに 80% 2個ストックでも重なれば、シングルが一番寒い。だから ST に当選させて、かつ半分のもう 50% 以上選ばれればもうダブル以上なんて。でかつダブル以上に選ばれたら5分の1で3個ストックなんて。お前リアルに誰かが、いや俺めっちゃ引いてるからトリプル、うん、あ、ちなみに俺のマックスデータも8万8000発ね、うん、ダブルしか引いてないのに。ちな言っとくけど、あ、飲み込むスピードどば早いよ。いや、でも万発率はマジでリゼロより高いのは確か。だってリゼロって駆け抜けって当たり前にあるじゃん、うん、あれ継続率だからね。だから万発率はマジ高い。ダブルとかあるから。まあその確率もあるけどね、500分の1っていう、うん、いやでもね、俺お前脳汁出ると思うわあれは、うん、万発率はマジ高い。もう断言してみる。だからリゼロの3000発ってなんで3000発っていうかというと、319が ST 中にヒットしてるから、あの3000発があるだけであって、普通の ST 中の当たり確率が、あの、もう何分の何って決まってんだよ。それも全部考慮、319も全部考慮して、100分の1ぐらいか。100分の1ぐらいでしょ。うん。あんな319ヒットしてなかったら意味ないからね。すぐすり抜けするから。だけど確実に継続率だから、だからいいね。うん、しかもリゼロより早い。じゃあお前とイベントぶち当たる時が来るかもしれないな。だから公平に一緒に行かないって言ってんのに、うん、お前やってるだろ。やったよ最近住みの家行ったよ。あ、俺ガチ、あの、しかもさ、お前ってさ、俺の影響であの協定大会したのはもう目に見えて分かるんだよ。さすがに狛江が大会したからお前って大会したんでしょ。もう目に見えて分かる。でも競馬大会してないでしょ。桃大会してないもん多分。でも分からないんだよ、うん、まあわかる。そこまでにしとけ。俺の真似っていうのはわかる。賭け金は違えど、お金がなくなるスピードっていうのは一緒だからな。ちなみに、俺は勝ちで大会したって結構昔に言ってるからね。その後にこいつ大会したんだよ。それは見てたんだもんだよね。ちなみにお前、あれ戦国出るの、うん、戦国そう、あのパチカ悩んでんだよな。ボキューには勝てない。ボキューの方が大丈夫かもしれない。
やっぱボケるのが無理。やだ、これ。プチューンあるの。あ、でも、あとお前なんか変に、なんかあの、ベトナムの料理がアーダコーで言ってるけど、安心してください。はい。日本と同等の料理屋さん、あります。で、一回行けば、もう次から一人行けるから、プラッと。な、ピョンって。見てるはずなんだけどね、わざわざ配信でさ、俺ベトナム料理あんねんもんってこいつがわざとらしく言うんだよ、うん、めっちゃ見てるはずなのに。あざとく、うん、なんだよ。いやマジあるね。いや打ちたいよ、打ちたいってか俺もやりたいもん俺。やばい、始まった。切り直します。